皆さんお疲れ様です。たぬきです。今日は友人と千葉にある竹岡式ラーメン、梅の屋さんにラーメンツーリングしに行ってきました。途中いろいろありましたが本当に楽しい回になりました。あと今回からスマホではなくてソニーのアクションカムでの撮影です。風切り音が本当軽減して感動しました。よかったら見ていってください。いいよ、大丈夫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 。離れたら置いてかないでね。あ、そうっすね。置いてかないでね。置いてくかもしれないけど置いてかないで。大丈夫大丈夫。離れたと思ったら俺左側車線に行ってる。ゆっくりギリギリのスピードで走ってる。国に怒られない程度のスピードで。クソ舐められてる。いやでもアメリカン出ない。出ないしね。アメリカンでむしろ出したら体つらい。この経験上。スミホタル海さん。そう。いやラーメン食いたいよでも。さておか。どこで降りる？新宿で降りる？まあいいや。スミホタルで話そうか。そうしよう。厳しいな。このいいじゃん、かっこいいじゃん、それ。腕の痛いすぎるセパハン。セパ、ちょっと安全運転でもやるかしら。この辺がわかんないんだよね、今。そうね。一周5分。最後。くそ。あ、聞こえてる？あ、ギリ聞こえてるよ。聞こえてんのね。ギリね。ほんと？ギリ。あ、でも遠いと聞こえないかもね。こんなもんかな。いつもツーリングしてるときどうしてんの？電話に見ないよね。うん？え？もうビュンビュン聞く。全然電話とかしてない。あ、そうなんだ。どうねえだ。どうねえもあるかな。5人ぐらいもあるし。うん。さすがに5人と行ってみたみたいな。ああ、そう。誰とツーリングだけは。え？なんか同じインクラの。うん。ちょっと待って。ラインあんま聞こえないね。聞こえないね。あんまライン意外とダメだな。意外と筋骨だね。だって多分この距離じゃないと厳しいだろう。なんで？なんでだろう。俺聞こえるよでも。あ、本当。すげえ聞こえてるよ俺。俺も聞こえてるよ。でも遠くなるとなんか途切れる。だよね。途切れてるね。しょうがない、もうあのなんかいやマジじゃあ俺背中ベタつきでいくよ。気持ち悪い。ダメだ、私もイヤホンにした方がいいのかもしれないな。これがダメなのかな。だって聞こえてるんでしょ。アナの声ちっちゃいかも。あ、それはなんでそんな聞こえないの。聞こえてる。あ、聞こえてる。音量上げて。
絶対痛いよ。なんかさ、走っててずっとこれやってるから。あ、怖え。あ、竹。あ、無理。無理っす。無理っす。これでしょ？いやー、きついなぁ。きついなぁ。うん。違う。赤道の次だと思う。あ、秘密か。で降りて、ぐわーっとこの辺走っていくか、うん、遅くなった、ごめんなさい。ダメだ。めっちゃ遅くなった、ごめんって。ごめん、腕が痛くて先行っとった。いいよ、全然。死ぬほど腕が痛くて、もうどうすればいいって話じゃないし、早く行こう。無理。いや、マジで。やばい。回してて、乗ってて、ここ痺れたことないでしょ。なんか、腕めっちゃ痺れんの。痺れた、ほんとやばい。いや、私逆に雨が強すぎて、もう、速く走るとめちゃくちゃ痛いと思って、そう。あれ、痛くなかったよ。やばかった。痺れたら出したんだけど。いや、全然出ない、これ出ない。そこまで痺れるかなと思って、うん、やったじゃんと思って、わーって上げたら、150キロぐらいで、雨がダーッとした瞬間に、痛くて。いや、そんな早く出んの？すごいな。よし、先輩。ちょっとお金の余裕があったら大型。あ、でも、でもインクラがいいんだよな。これがいいんだよな。これ、1時50分に来たからね。はいや。え？本当に？アベレージ。すまんね。終了します。そこを止めるの？嫌だな、こういう。すごい。あれは